はい、どうも、てれけつでございます。さあ、本日、9月の26日、情報が解禁されました。ウルトラマンデッカー最強の姿、ダイナミックタイプ登場ということでね、ジャガジャンと、この時期ね、毎年恒例となりました。いわゆる強化形態のね、ウルトラマン、今回のウルトラマンデッカーはダイナミックタイプということでね、登場いたしましたよ。じゃーんと。基本的にはシルバーで、でね、個人的にはね、このブルーの色味が結構この淡いメタリックのブルーというか、今までの青とはちょっと毛色が違うね、色を使っていて、これがすごいね、綺麗でかっこいいですね。足元がこう黒くなっていたりですとか、あとはこの王冠みたいなね、デザインですよね。ここがね、すごく特徴的だと思うんですけども、こういったところもね、すごく、かっこよくね、造形されておりますね。で、カラータイマーがね、斜めにあったんだけど、これが真ん中に来ていて、いわゆる普通のウルトラマンみたいな、カラータイマーになったりとか、デザインがね、公開されました。めちゃくちゃかっこいいですね。それこそ、だからグリッタートリガーエタニティとか並んだ時に銀と、まあ、シルバーみたいな感じでね、なんかその相性的にも良さそうな感じがするんじゃないかなーなんて思いますね。ずーっと、ウルトラマンデッカーにウルトラマンデッカー最強の姿ダイナミックタイプが10月より登場しますということでね、ウルトラマンデッカー最強の姿ダイナミックタイプ、フラッシュ、ストロング、ミラクルという3つのタイプを駆使して戦い繰り広げてきたけれども予期せぬピンチに陥ってしまい点々点みたいなね、いやすごく楽しみですね。いやー、物語ももう中盤ですか。早いね。いやーでもデッカーはね、ほんと前はめちゃくちゃおもろいからさ、すごいね、楽しんでるんだけれども、もう半分かと。早いわっていうね、印象がやっぱありますね。うん。で、ウルトラマンデッカーダイナミックタイプはこんな感じでですね、こちらの、まあ、縦のモードといわゆる剣みたいなモードがありまして、ダイナミックカードを D フラッシャーでリード、ほとばしで、ダイナミック、そう、ほとばしでダイナミック、まあ、これ後でいいよ。決め技は、両手を十字にクロスさせて放つ、ダイミュード光線。額のデッカークリスタルホーンに、前に手を当てて、新たなパワーアップアイテム、デッカーシールドカリバーを出現させる。盾として攻撃を防御するシールドモード、双剣として、敵を切り裂くカリバーモードの他、様々な攻撃技を発動してダイナミックなバトルを繰り広げるということでですね。そう、盾モードと、まあ、この剣のモード。カリバーモードっていうのがあるらしくてですね。で、ここにもほとばしでダイナミックっていう、単語があると思うんですけど、これね、実はオープニングでね、隠されてるんですよね。2番とかだったかな。もうほとばしで操作ダイナミックに、ね、だから、ソード、シールドみたいな、この辺の単語も実はオープニングの2番とかに隠されてたりとかして、あ、これが伏線だったんだ、まあ伏線というかね、繋がってくるんだっていう、思いましたね。かっこいいじゃないですか。僕的には結構盾を持つウルトラマンって結構好きで、それこそ帰りマンとかそうなんだけど、あとゼロだよね、もう好きだし、あとまあウルトラマンじゃないけどグリッドマンとか、あ、縦が僕結構好きで、あ、縦のウルトラマンがいいな、ちょっと楽しみだなーって思いますね。はい、ということでですね、今回はウルトラマンデッカー最強の姿ダイナミックタイプ解禁ということでね、こちら語ってみましたけれども、いや本当にビジュアルがまずかっこいいってことで、いや早くねフィギュアとか欲しいですし、活躍してるところもね早く見たいなーっていう風に思います。ということで以上、デラクタシでした。それではバイバイ。